ここではトイレを表す記号について記載する。入り口にトイレを表す記号が付けてある。トイレはトイレの箇所を表すために記号を記して目印とすることがある。これは便所のある場所をわかりやすく示すことが主な目的である。公衆便所は建物あるいは部屋の前に印をつけて印すほか看板などの表示で用いたり地図や案内図で使用する。また、 公衆便所のある箇所への方向を記すために用いる。国際規格 ISO7001 でこれらのピクトグラムが規定されている。多くの記号は2011年にユニコード6.0で規格化され文字として表現できるようになった。イギリスの標識例男性用の公衆便所には主に男性を全身を用いた記号、男性の標識を用いる。青や黒を使用することが多い。 イギリスの標識例女性用の公衆便所には、主に女性を全身を用いた記号、女性の標識を用いる。赤や桃色を使用することが多い。大阪のトイレの方向を示す標識、男性の標識と女性の標識の両方を左右に利用し、場合によっては間に、重線を挟み、トイレの標識を一般的な公衆便所の記号とする。 トルコのトイレの看板単純に、便器を用いた記号、トイレ、や、便所を用いた記号、トイレの標識を用いることもある。スペインのトイレを表す看板、WC を用いた記号、や、で表すことがある。オランダの障害者用トイレの看板障害者用の、トイレについては、車椅子の記号を用いる。日本のトイレの標識をむつを変えるための台など、 入幼児向けの施設を備えた場合、赤ん坊を用いた赤ちゃんを用いることがある。日本国外の例、小弁区、大弁区、ありがとうございます。